メガネとオメガのリオです。今日はね、何めっちゃくちゃ面白いゲストが来てるんですよ。誰だよそのゲストって。なんとね、何今日、何ポンポコちゃんとピーナッツくんが来ています。おーい、こんにちは、ようこそ。いや、お前めっちゃおもろいやってよ。あー、嬉しい嬉しい。やばい、何この芸人、嬉しいわ。こんなとこ出れて、こんなとこ出れて嬉しいな、ほんま嬉しい嬉しい嬉しいな。ニッツナッツン、ピーナッツくんのくんです。え、くんだっつ、くんさん、何を、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、くんさん。今日はね、はい、はい、このオメガのレイヤーなんだよ、気持ち悪い。ポポちゃんとピーナッツくんとリオちゃんにね、何クイズを出していきたい。クイズ、おーやばクイズ、何ですか。今日は負けたことね。いやいや、俺も世界一番強いぞ、マジで。クイズには自信がある。ボコしてやるわ、クイズ。何のクイズかなって、うん、クイズの内容は、はい、説明してないんですけど、はい、オメシスとポコピーがね、はい、初共演したのが、はい、ちょうどね、1年前のゴールデンウィークに、うん、ポコピーが開催した24時間の放送の、はいはい、オメシス解体新書の、はい、あー、そうだったそうだった、記憶になかった。ということで、ね、今日の企画は、はい、クイズ正解は1年前記憶力選手権。いや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 、待って、記憶力かよ。え、記憶力か。クイズの内容は全て、うん、全て1年前のオメシス解体新書で語られた内容と。マジ懐かしい、むずそう、めっちゃやばいやばい、やばいな。当然覚えているはずですね。いや、まあね、当然覚えてますよ。まあ当然、の方々のことは全て忘れません。絶対忘れません。で、はいはい、ポイントが高かった人はね、うん、この動画のエンディング画面で、うん、大きく表示されやったーおっしゃチャンネルだぞ。よっしゃー、おめしチャンネルだやった。絶対一番大きく映る俺が。いいだろ、一番ポイントが少なかった人は、うん、小さく表示されてる。何それ。はい、はい、では行きましょう。ででん、第1問、はい、レイが使っていたシャンプーは何だったでしょうか。はい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 、もちろんね、はいはいはい、これ一番印象残ってますね。マジイージー。はいはいはい、はい、オッケー。はい、はい、これはみんな自信ありますね。めっちゃ自信あるね。じゃあせーので言いましょう。はい、はい、せーの、バイユー。バイユー使ってる女やべえぞ。いや、やべえぞ、マジで。いまだに使ってんの？え、まだ使ってんの？めっちゃでかいよね、入れ物。どこで買ってんの？バイユーどこで？アマゾンだ。アマゾンか。わざわざバイユー。アマゾンで買ったこと。旅行先で。あ、アマゾンで買ったって言ってたぞ。言ってた。言ってた言ってた言ってたよね。アマゾンって言ってた。はい、次の質問いきます。はい。ケン。ででん。おめがってるの意味は何でしょうか？お答えください。これはね、リオちゃんが答えてたので、リオちゃんは絶対覚えてないとダメだよ。うん。リオちゃんこれね、意味だよ。意味だよ。これね。あ、はい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 。はいはい。あれだよ。これ知ってんだわ、まさかの。マジ？おめがってる意味？そうだよ。なんでね。ダメだよ。どういう意味なの、それ。そんな突っかかってた1年前、僕。突っかかってた。確か突っかかってた。この野郎。まあ一問一句合ってなくても大体、大体だったらいい。大体あれ、はい、はい、ピーナツくんからお願いします。オメガってるは、調子どうみたいな感じの。あー、なるほどね。まあまあまあ、オメガってますか。 How are you ぐらいの。あー、はいはい、センキューぐらい。なるほどなるほど。じゃあ次ポンポコちゃんね。ポンポコは元気でモリモリやってるかい。違うっけ。なるほど、なるほど。違うっけ。なるほどね。そんなバカっぽい感じなの。じゃあリオちゃんどうぞ。はい、おめがってるは、うん、心がウキウキしてるか。あ、それ、やや、いや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 、言ってた言ってた。でも近しいね、近しい。近しいよね。リオくんダメだわ。いやいや、ポンポコちゃん惜しいから。ポンポコ惜しい。やったー、リオちゃん10点。いやいやいや、俺のチャンネルで俺が一番でかくなっちゃう。やばいな。気遣い、気遣いいいの、気遣いいいの。おめがってるなんてもう一般化してるからね。そうだよね。改めて聞かれてもそんな。ででん、3問目。はい。1億円あったら、うん、オメガリオは何をしたいのか、お答えください。あった、その質問。1億円あった。こっちが質問してるからね、その前。
えてる。1年前のリオちゃんまだ声綺麗だったよね。やめて言わないでそんなこと。もうダメだもん。もうダメだもん。もうダメだよね。綺麗だよ。ピーナッツくんから。リオちゃんね結構ね、やっぱり現実的なとこあるから。そう。うんうん。株。それは覚えてる。すごい。投資家になって。俺そんなことなるほど。投資家になるという言ってたような。言ってたかもね。言ってたような気がするな。投資家になりたかったんだよね。株主になりたいって言ってたような。そう言ったわ。じゃあ次ボボ。宝くじ100万分とあと貯金。あ、待って言ったかも。え、言ったかもそういうの。え、リオは1億円あったらカラカラウンを箱買いすると言いました。言いました。リオは。カラカラウン1年前からあるの？ないよ。あるよ、あるよ。あるの？あるの？あるんだ。カラカラウンを箱買いするって言ったよ。言ったよ。キャラの持ち方。そうそう。そんなキャラなかったよ。え、何？正解は、ニートになりたい。ああ、ねえ、かけ離れてんな。ニートになりたいなんて、要は言ってまして。よくやってね、ニートになりたい。やめて。1億円あったらね、リオちゃんは何するの？リオはね、ニートになりたいです。わあ。わお。社会に縛られてる何かを感じたよ今。プロモーションチューバーじゃなかったもん。若い春は。そうだよ。そっか。そうだよ。その時働いてたから。ニートになりたかったんだった。ああ、1年前の気持ち変わっちまったなお前。変わっちまった。変わっちまったよ。マジかよ。期待した僕がバカだった。わかる。次、4問目。ピーナッツくんが放送当時嬉しかったことは何でしょう。お答えください。嬉しかったこと？あ、1年前のピーナツくんが嬉しかったこと最近。そう。なに1年前嬉しかったことか。ピーナツくんが1年前嬉しかったことでしょ。これはね、2つあるんですよ、答え。え？おお。ヒントですね。2つあるのがヒント。なんだ？どちらかを答えられれば。わかった。正解とします。リオもわかっちゃった。難問です、これは。はい。違う。難問かもしれない。1年前で。1年前だもんね。1年前の記憶なんて見えよ。僕は僕のことだからな。それで当てられるよね。自分自身のことだから。ピナツくん最後にしようじゃん。ピナツくん当てられるもんね。もちろん。もちろん。はい。こんなにたくさんの VTuber の方々に参加していただき僕は嬉しいです。はい。と言いました。絶対言わねー。言いましたよね。そうだよね。真面目だったでしょ。そうそう。そう。一番調子乗ってたよね。一番言ってた。はい、じゃあ次ポポ。はい。納豆巻きを食べた。おいおいやめろ。おい。そんな言いそうだ。その日に納豆巻き食べたの。それが一番なんか納豆巻き食べた。ホームレスか僕は。やめろ。じゃあ最後ピーナッツくんの。はい。僕は金の缶詰をもらった。もらったの？何？急に5歳児になってんだ。チョコちゃんのあのチョコボールのね。集めたら。あれもらったから。ボールドチョコ当たってもらったんですよ。当たった人から。え、絶対いろんな VTuber の方々に参加していただいて嬉しかったんだよ。それだ。それは正解。そこだでしょ。正解。そうだよ。はい、正解は外れ。マジ？外れ。マジ？じゃあ2つ答えがあるけど、1つ目。オープニングにスパニーいっぱいもらった。最悪。素直な子だ。マジゲス。素直なピーナッツだな。素直なピーナッツ。すげえな、一年前。一つ目。はい。声優さん、原田瞳に認知してもらいたい。ああ。言ってた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 。はい、全員外れですね。マジかよ。声優さんいきますよ。いいな、認知されて。ででん。はい、五問目。はい。最終問題。あ、はい。やばいやばい。オメガレイが。みんなから VTuber の鏡と呼ばれる発言をしていました。VR の VTuber の鏡っていう。なんで待って、それはどんな発言だったでしょうか。お答えください。レイが何かを発言したらみんなが VTuber の鏡じゃー、レイちゃん見てみて。あー、なるほど。それはどんな発言だったでしょうか。なんだこいつ。ちょっと自慢入れてきやがった。みんなが言ってくれたけど VTuber の鏡じゃー。レイちゃんの言いそうなことだよね。ヒントはね、料理がね、料理が苦手。料理が苦手。その話した。セブ入れ。料理が苦手ね。流れで
ビジュアル鏡かもしれない。何言ってんだお前は。冷めた。何言ってんだよ。なるほどなるほど。ビジュアルの鏡っぽいからみんな真剣感がある。じゃあポポコちゃんからいきましょう。うわぁ、料理が苦手だから、うん、日々アプリで、うん、料理を注文している。待って待って、ビジュアルかも。やっぱバーチャルだなって。最新のサービスだよね。なるほど、なるほど。僕もちょっと近いです。じゃあピーラッツどうぞ。極力外出しない。ああ、ビーチバの鏡で。鏡というもうずっともう編集して。編集して。ああ、家に出ま、家から出ないみたいな。なるほど、引きこもりだから。引きこもり。なるほどね。リオちゃん、料理作る時間やったら動画編集するよね。ああ、理想。リオちゃん正解かな。そうでしょうね。そうでしょうね。ご飯を作る時間があったら動画編集をするって言ってました。ほらね。惜しかった。惜しい。ね、やった。優しいじゃん。マジかよ。お面接の動画。結果発表。はい。ドキドキ緊張するな。ポンポコかな。ドキドキ。頼む頼む。第1位は。はい。オメガリオ。やった。やった。ごめんね。なんか。質問があったからちょっと有利はあったかもしれない。そうだよね。まあ。なんかソーリー。コラボと。なんかソーリー。なんかソーリームカつくわ。最下位は。はい。頼む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 。同率ポンポコと。なんか仲良しだよ同率とか。なんでだよ。覚えてると思ったんだけど。覚えてるよ、絶対覚えてると思った。まあ惜しかったよね。惜しかった。みんなぜひ24時間放送見返してくれ。レイちゃんがすっごい他人行儀だったのも覚えてる。確かに一番ね、他人行儀だったのはね。振り返るの面白いね。ねえ、ポンポコちゃんの方でもコラボ動画があるので、ぜひポンポコちゃんも見られて